シーリースチキンゼロだと、ね、アマゾン輸出ビジネス稼げませんというか、まあ、そもそもね、えー、稼ごうと思うのにねお金を使わず、えー、物販すると、ねえー、無料で得られる情報で、えー、お金をかけ仕入,れし仕入れのリスクも負わずに稼ごうと、ね、いや今今時甘いんじゃないのかなと思います。 ほとんどの人がね、輸出代、輸入でやってなかった10年前ならいざ知らず、今のこの状況でね、無料ノウハウで仕入れりしくも負わずに稼ぐというのはね、そもそも無理な話です。アマゾンが儲けやすい理由、これはね、アマゾンの仕組みは FBA を使うから儲けやすい仕組みになってます。そして、ライバルのいないオーストラリアアアマゾンは、 FBA を使いさえすれば、独人勝ちできる商品がゴロゴロしています。仕入れ資金があって、Amazon を使うからこそ、AmazonS が稼ぎやすいわけです。逆に言うと、FBA のライバルがね、ゴロゴロいる、今のアメリカとか日本みたいな状況になった後は、ね、オーストラリア、Amazon も、えー、まあ、初心者には、ちょっと頑張んないと稼げないと。 今見た FBA いない商品探しさえすれば稼げるという状況とはだいぶ変わってきますけど今始めれば初心者の方でも簡単に稼げる環境が整っていますそのために必要な仕入れ資金は20万円私のオーストラリアアマゾン出サポートでは仕入れ資金は送料込みで20万円を用意してください、まあ、ざっくりしたイメージで言うと 20万円を10等分して2万円にすると。で、最初は2万円で仕入れる。で、2回目以降はね、2万円プラス前回の売り上げで入金になった分。ですから、たくさん売れれば2回目以降仕入れ資金増えていく。あんまり売れなかったら2回目以降も仕入れ資金は少ないままと。これをね、何回か仕入れて送ってるうちに、売れる商品は必ず見つかりますんで、まあ、10回のチャンスありますんでね、ヒット商品を見つければ必ずプラスになります。そして、 必ずヒット商品を見つけられるようにサポートをしています。CD 資金20万円で一生稼げるスキルが身につくオーストラリアアマゾン質サポート。ここをクリックしてサポート内容と高く売れた商品を確認してください。今これ、ブログの記事じゃなくてね、動画で見てる方は下の説明欄に URL が貼ってありますんで、そちらの URL をクリックしてサポート内容と高く売れた商品を確認してください。 以上、オーストラリア,アマまずッ出サポート、堀秀夫でした。